ちらはハイブリッドモデルですね。今エンジンかかってます。燃費がどれぐらいかちょっと測ってみようかな。こちらのハイブリッドは 2.5 リッターのエンジンに、トヨタのハイブリッドをつけて、かつですね、E4 4輪駆動ということで、構成されている車です。アドベンチャーに比べてちょっと内装が質素な感じで、装備の方も走行モードが四輪駆動システムはこれ E4 なので、ガソリンモデルのアドベンチャーにあったようなダートとかマッドとかそういう走行モードの切り替えはないですね。ただトライアルっていう表示のモードがあるのと、あとこれはスポーツかな、プッシュでノーマルエコーって感じですね。駆動のエンジンの方のマネジメント、やっぱりちょっとフロアバネ下が重い感じがして、路面の継ぎ目とかドシンドシンという感じがね、ありますね。 CHR がその辺すごく質感が良くて、高級な感じだったんですけど、こちらの方がちょっとその辺が雑な印象があります。印象を受けます。エンジンの 2.5 リッターとそれからモーターのトルクが効くので、トルクのピックアップは2リッターのガソリンよりも全然いいです。走行性能はおそらくこっちは全然良さそうですね。その辺でもうちょっとその2リッターのガソリンモデルの魅力を高めないと、またハイブリッドに、人気が集中しちゃうんで、多分トルクベクタリングの四輪駆動とか、おしゃれな内装とか差別化を少しつけたんだと思いますね。静岡県に入りました。ステアリングの効き方はですね、ガソリンのアドベンチャーよりもナチュラルな感じです。まあ、リアの駆動配分の左右とかしてないので、普通に FF のハイブリッド乗ってるのと同じようなソーダフィールで走れますね。あと重量がやっぱり少し重いせいか、重量感、重厚感があります。ノイズもね、全然こっちの方が静かです。まあ、ハイブリッドで EV モードで走ってれば全然静かですし、加速した時の音質も、まあ、こちらの 2.5 リッターのダイナミックフォースのエンジンの方が低音域が迫力のある感じがします。メーター、インパネ、それからこの辺のスイッチ類、その辺がね、まあ、明らかにアドベンチャーよりも質素なので、動力性能的にはこっちの方が良さそうなんですけども、ちょっとこの辺がどうなんだろう、安っぽさっていうか、安っぽくないんだろうけど、ちょっとそういう風に見えてしまう感じがしますね。